DJ ソダが日本で痴漢にあった、日本は痴漢大国だとかっていう風に大騒ぎしているそうですけれども、なんか慰安婦ファッション好きの反日韓国人だった、日本以外でも痴漢されてる動画があるのに痴漢するのは日本だけだと嘘をついた、服装がどうとか本質ではないですっていう風な話が出てきて、で、これがこの人だそうです。で、さらに、その DJ ソダが、慰安婦のパーカーを着たり、竹島、図星を。で、なんて書いてあるのか正直わかんないんですけれども、竹島まんじゅうを、バカにしたとかっていう風な感じですかね。大阪のフェスで、父も生まれてセクハラされたい。初めては運勢だし、そもそも反日感情を持ってる。あ、これで、とすると、これで一つ考えられることが、この DJ ソダが、韓国の慰安婦問題を昔言っていた。で、今、まあ慰安婦、まあ日本がなかなか慰安婦に対して賠償金何度も払えって言ってるのに払わないっていう風に言うので、向こうが痺れを切らして、だったら痴漢をさせるような姿で日本にいさせて、それで痴漢をされたらされたで、そういう風に大騒ぎしろ。そうしたら日本人は痴漢大国だって大騒ぎすれば、この DJ ソダの有名度知名度に応じて、勝手にあとはツイッターや特定班が犯人を特定してくれるから、あとはそれに乗じて痴漢されたもという風に裁判を起こせば賠償金ガッポガッポ、そしてあとはそれをネタに慰安婦問題で金もガッポガッポ。よし、DJ ソダよ。日本に行け。そして、お前の知名度、それにより大騒ぎしろ。何のためにお前をここまで有名にしたと思っている。お前が慰安婦問題の最後の砦だ。っていう風に、されたっていうのもなきにしもあらず、まあ終わっていることがわかる海外フェスとの比較ができる。この青い方が日本、タイのバンコク。ああ思いっきり触ってますね、タイ。じゃあなんでタイの方は大騒ぎしてなかった？タイの方では大騒ぎしても金が取れないって思ったんですかね。DJ ソダとその仲間たちに意見を聞いてみたいような、ヨンモ容疑者、生態征服師。で、このイ・ヨンモが韓国出身だったら、名前か、目指して韓国だな。さて、どうなるんでしょうね。